どうも、お久しぶりです。今回はどうなさいました？首が曲がらなくなった。なるほど。最後に使ったのはいつぐらいですか？去年の冬。じゃもう半年ぐらいは使ってないんですかね。ちょっと失礼しますね。はい。これはだいぶ来てますね。バキバキいってますね。わかりました。そうですね、今回は、ゆっくりやっていきましょう。ね。まずはね、軽くほぐす感じでいきましょうか。で、まずね、軽く温めていきましょう。ね。まずちょっとね、こう、スイッチを入れて、脂肪を燃焼させていきましょう。そうですね。いいですね。だいぶ温まってきましたね。いい感じですね。はい。どうですかね、今。ちょっと半年ぶりなんでね。ちょっとゆっくりやっていきましょう。そしてこれでちょっと、5分、10分ぐらいちょっと、時間を置いていきましょうか。さあ、一回ちょっと止めますね。はい、お疲れ様でした。どうですかね、ちょっと軽く有酸素運動をしてみたんですけど、いかがですかね。まずね、いきなりね、こう首を動かすと、ちょっと負担がかかってしまうと思うんで、まずゆっくりね、体全体をちょっと温めていったんですけど、ちょっとまずね、ウォーミングアップとしてやっていきました。縦の動きはどうですかね。結構縦も厳しい感じですかね。横よりも縦の方がちょっと厳しいですかね。ここ、どうですか？ちょっと痛い。ここちょっと痛い。はい。わかりました。はい。わかりました。じゃ次はですね、ちょっとハードな、さっきよりもハードなちょっとトレーニングをしていきましょうか。じゃもう一回ちょっとスイッチを入れますね。スイッチ入れるのは完璧ですね。はい。じゃちょっとそのままでお願いしますね。ちょっと失礼しますね。さっきよりは、さっきより、いい感じですね。右の方が辛い。右が辛い感じですかね。わかりました。もうちょっと頑張ってみましょうか。次、ちょっとね、強にしてみますね、ボタンを強にいたします。これでさらに脂肪燃焼が、行われるのでさらに期待できると思いますね。はい、ナイスや。半年なの眠っていたんで動かせなかったんでね、やっぱりそうですよね。一回ちょっと失礼しますね。すいません。失礼いたします。そうです。いい感じですか。右大丈夫ですか。痛かったら言ってくださいね。
ああ、そうです、そうです、そうです。はい、はい。だいぶ温まってきましたね。あ、いいですね。あ、だいぶ、はい、いいですね。いや、戻りましたね。よかったです。ね、あの現役の頃よりさらに。もうあったんじゃないですか。よかったです。おめでとうございます。またね、何かありましたら、私、トレーナー、魚和馬、元に、またお越しください。はい、どうも。また、よろしくお願いします。はい、またましてまいります。はい、ありがとうございました。失礼いたします。